その2014年ブラジルワールドカップのメンバーに選出されますよね。はい、やっぱり自分としてはそのベンチから見る光景ではなくて、うん、あのタッチラインの向こう側で勝負したいとか、うんうん、西川選手にとってワールドカップってどんなものなんですか？手に届きそうで届かない、うん、自分はまだまだだぞって思い知らされてる大会だなと。サンフレッチェ広島が黄金期を迎えている中で2014年浦和レッズに移籍、はい、これ移籍を決めた理由は何ですか？まあ、正直その2連覇もして、うん、次の年も ACL 獲得、うん、で浦和は当時 ACL 獲得できてなかったと思うんですけど、うん、でもまたミシャとやりたいなと、そこは自分の成長にもつながるのかなと、うん、ミシャの気持ちと、うん、まあ、方向性とかもいろいろクラブの方向性聞いた中で決断しました。うん、まあ、レッズに加入して感じたこと、まあ、はい、大分広島との違いとかってあります？やっぱりサポーターの方々の声援だったり、それが今まではやっぱり、まあ、敵として戦ってきた、うん、正直ゴールキックとかもブーって言われるじゃないですか、うん、ファーって出ちゃうんですよね。へえ、はい、なぜか分かんないですけど、あれは完全にサポーターの声の力、浦和レッズ来て対戦相手のゴールキーパーに対してブーイングだったり、うん、声を出したり圧をかけてミスをすると気持ち分かります。そうなの、はい、それはしょうがないよと。はい、そんな感じなんだ。僕がすごい覚えてるのは2014年5月3日に FC 東京戦がホームだったんですけど、うん、そこで初めて僕のコールを歌ってくれたんです、うん、その日まで覚えてるんですか？覚えてますね、で牧野選手からよく、まあ、浦和に入る前にその浦和レッツはこうだよとか、サポーターの方は認めてくれないとコールを作ってくれないよとか、うん、そういうのは聞いてたのですごい覚えてます。嬉しかったんだ。その2014年、その年の5月、ブラジルワールドカップのメンバーに選出されますよね、はい、選ばれた時の心境はどうでした？まあ、正直もうほぼそのずっとメンバーも一緒だったので、うん、もう大丈夫だろうなっていうのは、今回は入れるだろうなっていうのはすごい思って見てました。まあ、迎えたワールドカップ本戦では、はい、まあ、チームはグループリーグ敗退と。そうですね。西川選手個人としても、まあ、出場がなくて、まあ、悔しさの残るワールドカップだったと思うんですけれども、はい、まあ、自分としては試合、まあ、出れてない選手だったので、うん、とにかくバックアップしたいなと思ってましたし、うん、あの、まあ、ベンチから見るあの光景って、あのタッチラインの向こう側の世界って、うん、どんな世界なんだろうっていうのはすごい感じてましたね。非常にこう悔しいワールドカップだったと思うんですよね、うん、はい、あのチームとしても個人としても、うん、ピッチには立てなかったと思うんですけど、ワールドカップを経て感じたことってあります？やっぱり自分としてはそのベンチから見る光景ではなくて、うん、あのタッチラインの向こう側で勝負したいとか、うん、そのためにはやっぱ何をしないといけないかっていうと、やっぱ所属チームでやっぱりいい結果をとにかく残すことが近道だとは思ってたんで、うん、より一層頑張ろうっていうか、また4年後目指そうっていうモチベーションで、うん、僕の中では日本代表の場所っていうのはやっぱ特別、何歳になってもやっぱ目指したい場所です、うんうん、まあ特にね、ゴールキーパーは一席しかないですからね。そうですね。まあその後も所属チームでは正ゴールキーパーとしてチームを支えて、移籍2年目の15年ですね、2015年にはファーストステージ優勝と、はい、2016年にはセカンドステージを優勝、はい、ただチャンピオンシップで敗れ、そうなんですよね、2年連続で年間王者を逃すと、はい、この時のチームは何が足りなかったんでしょうか？本当にあと一歩あと一歩って言われながら、まあ、2014もそうだったんですけど、最後のところでやっぱこう勝ちきれないというか、うん、やっぱそういう時に止めれるゴールキーパーになりたいなっていうのはすごい思ったその3年間だったので、うん、もう2016なんかも勝ち点は一番だけど、うん、チャンピオンシップでやられるっていう鹿島に取られるとか、うん、もうそれは本当に悔しくて、うん、ゴールキーパーとして何ができたかって思うと、やっぱもう自分が止めるしかなかったなっていうのは
だから誰かがとかっていうよりはやっぱもう常に自分にこう矢印を向けながら今までやってきたので、すごいそこは責任感じました。まあ、ただ2014、15、16と、まあ、あと一歩のところで届かなかったも、それがですね2017年、まあ、チームとして、まあ、浦レッズとしては2度目なんですけれども、ACL 制覇と、はい、ACL で優勝できた要因って何ですか？経験値だと思いますね。ACL 慣れをしたというか、まあ、若い選手もあの ACL を経験してきて、まあ、2016なんかも、まあ、敗退してしまったんですけど、あの経験が2017にすごい生きて、アウェーではこういう戦い方をすればいいんだなとか、環境面においても、あのスタジアムでするんだなとか、移動はじゃあちょっと長いなとか、調整の仕方も経験値としてあの出せた大会というか、あの2017は、まあ、シーズンの途中でミハル・ペトロヴィッチ監督、ミシャさんから堀さんに変わるわけですよね。はいはい、堀監督だから良かったとか、ミシャさんがダメだったかと、そういうことではなくて、はい、いろいろこうシーズンの途中で変わっていくことがあったと思うんですけど、はい、まあ、ACL 優勝につながる転機となったこう試合とかってあります？堀さんはまあどちらかというと、まあ、ミシャさんがやってきたことをやりながらっていう、まあ、その後も、まあ、リーグではなかなか結果は得られなかったんですけど、ACL に関しては一番こうタイトルに近い大会が残ってるっていうことで、そこに結構みんな集中できたというか、この試合がターニングポイントっていうのはないんですけど、ミシャさんが辞めたことによってアジア取ろうみたいな雰囲気でありました。そして日本代表でもハリル・ホジッチ監督が就任されて、はい、まあ、正ゴールキーパーに定着しますよね。はい、その後も川島英二選手との、はい、まあ、ポジション争いをしながら迎えた2018年、ロシアワールドカップのメンバー発表、はい、これはどこで見てましたか？ちょうどその発表の後にガンバと試合だったんです、アウェーで。まあ、ガンバの東口選手が最後入ったんです。東口はその前にこの顔面を骨折して入るか入らないか微妙な時で、まあ、自分としても調子は良かったんですよ、その時。で、まあ手応えも感じながら、でも一回2017に代表外れて、まあ、2018を迎えてたので、まあ、正直選ばれるか選ばれないかちょっと微妙な、でも発表までまだあの試合もあったので、できる限りのことやろうと思って、それでダメならもう素直にその選ばれた選手を応援しようと思ってやってたので、見たのは多分クラブハウスです、僕。まあ当然牧野選手もいて、まあ牧野選手にはまあ面白おかしく、しゅうちゃんいないって言って、想像できるな。できますよね。できる。でもちゃんと、しゅうちゃんいない、って言ってるイメージが、絶対嘘ってね、絶対嘘ってね。そう、でもああやってね、まあ、言ってくれたことで自分も結構楽になったし、逆に東口選手を応援したいなと思ってたので、でも行きたかったですね。そうですよね、はい、まあ10年落選し、14年がメンバーに入ったもののピッチに立てず、はい、18年、まあ、メンバーに選ばれず、西川選手にとってワールドカップってどんなものなんですかね？手に届きそうで届かない、自分はまだまだだぞって思い知らされてる大会だなと、まあ、メンバー入るにしても入らないにしても、もう本当あと一歩のとことか、そのあと一歩がどう埋めるかはやっぱ自分次第だなと思ってますし、まあ、正直今回も入りたい気持ちですごいあって、目指してた部分が正直あったんですけど、だからこそ入れなかった悔しさは大きいんですけど、でもまた4年後あるし、しっかりそこを目指すっていうことを、何歳になっても目指すっていうことは忘れないでやっていきたいなと。それがなんか自分の中で目指さなくなった時が、多分サッカーやめるんじゃないかなって思ってるので、サッカーは何歳までもやっぱやりたいし、勝負したいし、できるだけやっぱこうたくさんの方の声援を受けながらゴール守りたいので、そういうモチベーションでいきたいなと思ってます。はあ、僕はねここ一番聞きたいところなんですけど、はい、東京オリンピックメンバーにも選出された鈴木彩艶選手おですね、
ね、はい、西川選手から見てどんな選手ですか？常に学ぼうという姿勢を持っている、うん、彼の存在は正直僕にとっては非常にありがたくて、うん、若い選手が出てきて自分もケツ叩かれながら、うん、頑張らないとなって思えてるので、昨年一度スタメンも取られましたし、うん、自分を成長させてくれてるかなと思います。ライバルですよね。どうですか？ライバルですね。ライバルです。もちろんライバルです。でも、まあ、今キーパーチームとして非常にいい関係でみんなでできているので、うん、良き仲間でもありますし、うん、困ったことがあればやっぱサポートしたいなっていうのはすごい思ってます。いや、ゴールキーパーってすごい難しいポジションだなと思うんですよ。一つしかないっていう、仲悪い人、本当仲悪いですよね、うん、キーパーは。周作と西勇、はい、これはすごくいいライバル関係だな。まあ年齢的に離れてる部分はありますけど、そうですね、もう、ね、一プロ選手としてはライバル、まあ、彼の存在もあったり、まあ、新川選手もかなり成長していますし、うんうん、本当に若い選手がやっぱレベルアップしてきてる分、昨年なんかもう一試合一試合次出られなくなってもおかしくないと思いながら、うん、緊張感を持ってやってました。やっぱライバルの存在があるから自分が成長できるじゃないですか。うん、そうですね。このライバルがその近くにいるかいないかって大きいですよね。大きいですね。まあ、2022シーズンはキャプテンとしてチームを支えて、はい、まあ、自身も J1 最多記録となる、はい、無失点試合数170試合、まだまだ活躍なさってるんですけれども、最後にですね、はい、2023シーズンに向けての意気込みを、はい、意気込みですね、カメラに向かってお願いできますでしょうか？はい、まず今シーズンも浦和レッズのユニフォームを着て、皆さんと共に戦えることを本当に嬉しく思ってます。僕自身、まあ、昨年同様最年長ですが、興梠慎三と共に、チームをまとめて、とにかくチームがタイトルを取れるように、しっかりといろんな面でサポートして、そしてプレーして、皆さんと一緒に喜びたいと思ってます。皆さんも一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ということで、今回は西川選手とですね、西川周作の、まあ、ここまでのサッカー人生を振り返ってきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ケイタさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？やっぱり周ちゃんはね、どんな時もポジティブなの。失点してもポジティブなの。だからそのポジティブなのに周りの選手たちが引っ張られて、よし大丈夫だっていう風になるんだよね。で、人の文句は絶対言わない。当然ゴールキーパーだから厳しさみたいなものとか、そこもっと寄せろとか、まあそういう声とか当然あるけれども、終わった後とか絶対に言わないのよ。まあそういったところも人間性みたいなものも、まあ今日話聞いてて、ああ、シュウちゃんらしいなっていうね。終始笑顔でした。そうなの、常に笑顔なのよ。でね、これ本当に嘘偽りなく言うと、どうやったらこういう人に育つんだろうとお父さんお母さんから教えをどういう風に育てましたかっていうのを聞きたいなっていうぐらいなのよ。お父さんお母さんにお話聞きに行ってみます。行きたいけど、大分市内からまた1時間半ぐらいするよねまあでも話聞けるんだったら行きたいな。俺はどんな教育をされてきたんですかってね。いや、人間性素晴らしいしね、プレーも素晴らしいし、まあ、2023シーズン間違いなくチームの、まあ、中心となって、まあ、最年長でもあるし引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますよね。我々も西川選手を応援して、はい、行きましょう。うん、ということで本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。